皆さんこんにちは。内藤証券7110マーケットトゥデイ、3月25日は投資調査部北原が担当いたします。よろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は昨日の終値と比べまして39円高の 28,149 円で取引を終えました。9営業日連続で上昇となりました。週末ということもあって利益確定売りに押される場面もあったりとか、あとは昨日の終値の付近で行ったり来たりという動きがあったんですけれども、終わってみれば上昇ということで本日の取引を終えました。上昇幅というのはだんだんこう小さくなってきましたけれども、来週以降どのような相場の見方をすればいいのか、今日はこのあたり見ていきたいと思います。では現在の株価の位置をチャートで見てまいりましょう。こちらご覧ください。はい、こちらはですね、東証一部全銘柄の動きを示すトピックスの週足チャートです。これ見ますと今日で3週連続の陽線引けとなりました。でこの3週間やっぱり強かったんですよね。この売り買い交錯する気迷い状態に近い、十字足に近い状態から上昇しましてですね、翌週は大陽線をつけまして、さらに今週窓を開けての上昇となりました。チャート的には強い形状となったわけですよね。でこういう、こう勢いのある上昇を見ますと、この矢印のある昨年9月の動きをこう思い出した方もいらっしゃると思います。ちょうど当時はですね、新しいこう自民党総裁による経済政策への期待、これがあって株価が上昇した時期でもありました。今回はね、さすがに高値圏での根詰まり感というのもこう若干出つつありますけれども、3月9日からのこの上昇三陽連となったということで、強い形状で引けたということですね。ではこの3月9日からの上昇で、この指数の上昇を支えた銘柄は何かということで、まず規模別株価指数を見ていきたいと思います。でこれを見ますと、オレンジ色の大型株、それから緑色の主力株で構成されるトピックスコア30銘柄、これがやっぱりトピックスの上昇を牽引したというふうに考えられます。でこの中でもトピックスコア30の中でも、実際にどの銘柄がトピックスの上昇に寄与したかというと、3月9日から、これ昨日までなんですけれども、このような結果となりました。トヨタがね、圧倒的に強かった、上昇に寄与したこの寄与度が高かったということになりますね。でこのコア30銘柄というのは時価総額も大きいですから、これらの銘柄が上昇すればトピックスも上昇するということで、そこは当たり前っちゃ当たり前なんですけれども、じゃあなぜこういうコア銘柄が買われたかということを検証してみたいと思います。この主力銘柄が買われた理由、いくつかあると思いますけれども、金利の上昇の恩恵を受ける銘柄、銀行株なんかは時価総額大きいですね。それから円安も進みましたから、円安の恩恵を受ける銘柄なども、外需株なんかは買われたという側面もあると思います。であともう一つ、これはあくまでも仮説なんですけれども、 GPIF が買った可能性もあるんじゃないか、このように考えております。この GPIF というのは公的年金を運用する機関なんですよね。で運用の中身は国内外の株式や債券を一定の構成割合の中で運用しています。株価がこう下落したことによって、で日本株式の構成割合が減少したということが足元であったと思うので、その構成割合の不足分を補う形で主力株を買った可能性もあるのかなと、こんなふうに考えております。いずれにしましても、この今の株式相場を取り巻くこの環境というのは、ウクライナ情勢の、この緊迫化、長期化というのはありますけれども、一時期よりは不透明感というのは低下したというふうに考えられます。ですから株価の、この方向性を見出すには、
今後見出していくためには企業業績のこのウクライナ情勢の影響度合い、まだ業績には含まれてないですから、このあたりがどんな感じで影響されてくるのか、この先は注目していくポイントだろうというふうに思います。ではこのような地合いの中でどのような投資テーマに注目すべきかを考えたものがこちらになります。5つありまして、まず1つ目は高配当利回り銘柄ですね。やはり期末にかけてこうした銘柄は先行されやすいと思います。東証一部の予想配当利回り、足元では 2.2% 台ですね。で今直近の株価下落によって 2% を超える 3% 以上の東証一部銘柄というのはゴロゴロありますからね、こういった銘柄が来週も先行されるのかなというふうに思います。でそして2つ目、原発再稼働、これも一つのテーマになるかなというふうに考えています。ウクライナ情勢の影響でいかにこの安定的にエネルギーを確保していくことが大事だということが分かりました。で、そういう意味ではエネルギーの供給源というのは複数あった方がいいんだろうというふうに思います。ですから改めて原発がこうエネルギー源として見直されているということもありまして、このテーマも引き続き注目されるかなというふうに思います。それから3つ目、キャッシュ創出力ですね。キャッシュというのは企業が自由にこう使えるお金を表しています。でこれが豊富にあるということはですね、配当の原資にも回せますし、この先の成長投資にも回すことができるんですよね。いかようにも企業が動きたいように動けるということで、やっぱりこのあたり見ていく、こういったところにこう強みを発揮している銘柄というのは引き続き注目されるんだろうというふうに思います。それからウィズコロナ、まん延防止重点措置が3月21日に全面解除されましたから、やはり、小売サービス業などの需要回復、ゴールデンウィークに向けて期待されるかなというふうに思います。そして、5つ目が株主優待ですね。期末にかけて、それから、それから4月、来月以降に向けての、優待銘柄の選別というのも始まってくると思います。ということでですね、本日は4月の株主優待銘柄ということで、一つご紹介したいと思います。資料こちらご覧ください。4月の株主優待銘柄、ちょっと気が早いかもしれないですけど、早めにご紹介します。今回は8銘柄持ってまいりました。ギグワークス、伊藤園、くら寿司、ロックフィールド、ビューティーガレージ、ヤーマン、省エネ食品工業、アインホールディングスなどです。でこの中から今日はヤーマンを紹介します。ご存知の方も多いと思いますけれども、このヤーマン、この美顔器などの、美容健康機器の研究開発、それから製造輸出入などをしている会社です。通販番組なんかでね、よく商品を提供しておりますから、名前を聞いたことあるという方もいらっしゃると思います。でこのヤーマンはですね、この株主優待、もちろんここでこうやっているので、まず株主優待をご紹介しますと、このヤーマンがやっているオンラインストア、ここで使える割引券、これが優待券として使えるそうです。でこれは持ち株数、これ株式の保有期間によっても、金額が変わってくるので、こちらは、企業のホームページなどでお確かめください。で業績面なんですが、直近で、上方修正しました。海外での販売が好調なようです。ではチャートを見ていきましょう。チャートはこう今足元1000円台、1100円台を回復してきました。20年の12月から今年の1月まで株価ほぼ3分の1になったんですけれども、この企業知的財産も保有しておりますし、自己資本比率も 72% もあるということで、このあたりの安全性も改めて評価されたのかなというふうに思います。4月に向けてこういった銘柄も検討してみてはいかがでしょうか。ということで本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。